こんにちはエポクタイムズの金丸也です今日のテーマは参謀が国防部長に昇進中共海軍の猛反発です中国共産党軍はこの半年で大きな動揺を見せており特に国防部長の職が数ヶ月空席となり大きな注目を集めていました昨年末に元中共海軍司令の東軍が 新しい国防部長に任命されましたがこれは中共で初となる海軍出身の国防部長ですではこの東軍とはどのような人物なのでしょうか彼が国防部長に選ばれた理由は何でしょうか中共海軍は今後中共軍の中でますます重要な役割を果たしていくのでしょうかまた去年の年末に9人の中共上級将校が 全国人民代表大会の代表を解任されましたこれらの中共軍の新しい動向はどのようなシグナルを発しているのでしょうか本日はこの話題について皆さんと一緒に見ていきたいと思います本日の構成はこちらです 1. 州と軍の緊張 2. 信頼できる部下不在 3. 実践能力に疑問 以上三つのテーマに沿って進めてまいります。今日の動画を見終わった頃に、皆さんは深刻化する中国軍の危機的状況について、深く認識することになると思いますので、どうか最後まで動画をご覧ください。中国語大紀元時報編集長の各君氏は、新東人テレビの番組、精鋭論壇で、 解任された9人の中共将軍のうち少なくとも3人が中共中央軍事委員会第一副主席の超宗教と密接な関係にあると述べました。今回の粛清には多くの総装備部の交換も含まれていましたが名簿は公表されていません。実際には彼ら全員が直接的に超宗教の影響下にありました。 明らかに習近平と超友強の関係は非常に緊張している状態です。習近平が新しい国防部長を選ぶ過程で時間をかけ、就任が予想されていた劉新律を避けたことは、劉新律への不信感を示す行動と受け取られています。劉新律は現在中共中央軍事委員会委員であり、軍事委員会合同参謀部長です。 劉信立は中共軍で最も若い現役の上昇で、ベトナムとの戦争中越戦争にも参加しており、張ユーコも同じく中越戦争に参加した経験があります。劉信立と張ユーコは中越戦争で戦友として上下関係を築いていました。劉信立は陸軍出身で実戦経験も豊富です。序列では国防部長の次に位置する。 総参謀長です前国防部長李尚福の事件後彼が国防部長に昇格するのが順当でしたしかし習近平は突然中央委員でも中央軍事委員会の委員でもない北京から遠く離れた海軍出身の東軍を国防部長に昇進させましたこれは外部に対して劉真立や張勇強を打撃する意図を伝えるメッセージです 張勇強は現在の政治局員で習近平の次である第一軍事委員会副主席です。もし習近平が張勇強に対してすぐに行動を起こした場合、その衝撃は大きな動揺を引き起こすでしょう。そのため現在は手を出していませんが、将来的に何が起こるかは未知数です。中国軍内にはすでに大きな分裂が見られ、 中央軍事委員会の6人全員が分裂状態にあります。李承福を除く、軍事委員会のメンバー、劉信立と超正味はともに超優強派の人間です。特に超庶民は軍事委員会の装備部門と密接な関係を持つロケット軍出身です。現在、中国共産党の軍事委員会内部では、習近平派と超優強派との間に明確な対立があり。 習近平には実権を握るこの3人のメンバーを交代させるだけの力がない状況です。これら3人のうち2人は名前の文字に弓が含まれています。超勇強、超庶民の2人です。もう1人の劉真律は金と刀が含まれています。以前番組でもご紹介しましたが、習近平は予言を信じています。習近平を暗殺する人は名前に弓 刀、金という文字を持っているという予言です。そのため、そのような名前の人物に対しては、特に警戒しているのです。新しい国防部長、東軍の異例の昇進は、現在の3人の軍事委員会委員に不信感を与えており、これは国際的にも国内的にも注目されています。中共軍はさらなる粛清に直面しており、 習近平自身も非常に危険な状態にあります国際社会もこれに警戒しています元中共海軍司令部の中佐参謀陽成氏は政論談でこれらの最高層の中共軍将校が問題に巻き込まれたことは習近平の軍へのコントロールが弱まっていることを意味しており習近平は現在 軍を掌握する方法を持たず人事において大胆に自らの人物を配置しようとしていると指摘しています要旨によれば当軍は要旨と同じ土地に海軍に入隊し互いに知り合いでした当軍は水面官邸学院卒業後軍事訓練部で参謀として勤務しその後副部長・部長に昇進しました 中共軍の参謀として働く者は通常上司の命令に従うもので、こんなに高い役職に就くことは考えられません。しかし現在、海軍参謀出身の二人が徴用されており、これは非常に異常な現象です。一人は王浩貧でロケット軍の司令、もう一人は東軍で国防部長に就任しました。東軍は軍事訓練部の部長になった後、 東海艦隊の副参謀長に就任し、その後、東海艦隊の副司令官に昇進しました。その後、南部戦区の副司令官に転任し、再び本部で副参謀長を務めた後、海軍副司令官、海軍司令官に就任しました。当軍は2012年からわずか8年間で海軍司令官に昇進しました。これは想像もつかない速さです。 習近平は重要なポイントを見失い、偏りを見せています。海軍は重要であり、通常のプロセスに従い、有能な人材を適切に使用すべきです。例えば、艦隊司令官が海軍副司令官や海軍司令官になることは理解できます。しかし、参謀を昇進させて司令官にすることは理解し難いと、養成氏は指摘しています。現在の中共軍での昇進は、 師団レベルまでは自分の能力で上司を納得させることができれば可能ですしかしそれ以上の幹部になるには能力だけでは足りず強力なバックアップが必要になることが多いと言います行政史は当軍が海軍の機関にいたとき彼の文章作成能力は不足していたと言いますしかし彼はお人よしで上司との関係をうまく築いていたと述べています 幼成氏が当軍の上司と一緒に部隊に行った時、その上司は当軍を連れて行かなかったと言います。なぜなら当軍は仕事ができず、見た目は良いが実際には役に立たない、ただの無能だったからです。海軍の機関幹部の参謀には必ず備えていなければならない二つの資質があります。一つ目は専門的な資質です。二つ目は分泌能力で、 文筆能力は絶対に重要です軍人だからといって文章を書かないわけではありません実際には機関での大量の仕事は文章能力に依存していますもし書けない場合どうやって上層部に状況を報告したり作戦計画を反映させることができるでしょうか当軍はこれらの両方がダメなのですがなぜ習近平はこの無能な人物を使うのでしょうか それは習近平が他に選択肢を持っていないからです各君子は海軍は他の軍種と異なり高度な協調が必要な軍種であると指摘しています艦内の運営だけでなく艦隊間、艦隊と空軍間でも非常に高度な協調が必要です 世界各国の経験によると、陸軍の構築は比較的短時間で迅速に完了できます。しかし海軍は異なり、航海技術や戦闘技術の習得に長い時間、場合によっては数世代が必要です。中京海軍は1950年代に設立されましたが、外洋での作戦能力を持つ軍種として真に成熟したのは、実質的にはここ20年ほどのことです。 そのため多くの専門家は中共海軍の作戦能力に疑問を持っています少なくともその能力はまだ証明されているとは言えない状態です中共の軍事的飛躍は主にここ最近20年の間に起こり45カ国が重要な役割を果たしました海軍において中共に最も重要な支援を提供した国はウクライナです 中共の進化者の報道によると、ウクライナがなければ、現代化された中共海軍は存在しなかっただろうと言います。空母両寧が旧ソ連の改装された空母であることは、周知の事実です。この空母はウクライナからスクラップの鉄くずとして購入され、その後、中国にてアップグレードされました。また、ウクライナが中共に大きな貢献をした点は、 軍艦用エンジンの生産を支援したことです以前中共は十分な出力と安定性信頼性を持つエンジンを持っていませんでしたが90年代にウクライナから UGT25000 ガスタービンエンジンを導入したことでこの問題は初めて解決されました中共はこのエンジンを輸入するだけでなく関連する設計図も取得し QC280 という名前の 完全なコピー版を製造しましまたその後中国が自国で建造した軍艦はウクライナ製のエンジンと自国製の模倣品を一貫して使用しています例えば大型駆逐艦の05「052」「052B」「052C」はウクライナ製のエンジン「052D」と「055」では自国製の模倣品を使用しています。しかしか軍艦用エンジンジの製造は可能でも 研究開発能力がなく、さらなる発展の可能性はないというのが中共海軍の大きな問題です。テレビプロデューサーである李軍氏によると、中共海軍の急速な発展は90年代に始まりました。2012年には初の空母、遼寧が収益し、2019年には2番目の空母が現役に加わり、2023年には3番目の空母が浸水しました。 4番目の空母も建造中です。近年、中共海軍が軍艦を生産する速度は世界を驚かせています。現在約350隻の各種艦艇を保有しており、アメリカは約300隻です。中国はさらに高速で生産を続けており、2025年には約400隻に達すると予測されています。これはインド太平洋地域全体、そしてアメリカにとっても大きな圧力です。しかし、 海軍は高い技術力を要求される上に各軍種間の協調や実戦経験のない状況での作戦は大きな問題となり得ますそのため多くの人が中共海軍が急速に発展していると感じていますが実際の戦闘能力については大きな疑問符がついています陽星氏は中共海軍の軍艦には多くの問題があると指摘しています 一隻の軍艦が実戦能力を持つには訓練が必要ですが中共の軍艦は工場のスタッフによって支えられていますつまり工場の技術者が問題を解決するために来るのですが彼らが来なければ船は動かせません何か故障が発生するとこれらの工場スタッフがすぐに対処して解決しますそのため中共の駆逐艦部隊やいくつかの航空兵の 基地には多くの企業つまり軍事工業部門の技術スタッフが多数滞在しており多くの宿泊施設にも工場スタッフが住んでいます習近平もこの状況に怒りを感じています多額の費用をかけて製造された軍艦が戦闘能力を発揮できないのならば原因調査が必要だと考えています一隻の軍艦が研究開発から浸水試験航行戦闘能力の形成に至るまでには 少なくとも5年から10年が必要です。餃子を作るような速さで生産し浸水させても兵士の訓練が追いつかないため問題は増えるばかりです。養成士によれば習近平は軍事について理解しておらず軍改革は大失敗でした。軍の腐敗を防ぐために至るところで人を捕らえているため軍の指揮は不安定で 人々は習近平に不満を持っています現在参謀出身の二人が昇進したことで状況をさらに悪化させています軍の将軍たちは一生懸命働いて艦隊司令にまで上り詰めましたが才能のある彼らを脇に置いて使わずに不適切でも従順な人材を使うことが現在の一般的な現象のようです このような状態の軍隊にどうやって戦闘力を期待できるのでしょうか。戦争をするには経験豊富な将軍たちが必要で、将軍の役割は非常に重要です。最も重要な点は、昇進した二人を部下が尊敬していないことです。例えば、王浩品がロケット軍に赴任した後、部下は非常に受動的で、王浩品にロケットの専門知識がないため、 部下は表面上は尊敬しているように見せていても内心では軽蔑しています現在の軍隊全体も同様で将軍たちは表面上は習近平を尊敬していますが内心では軽蔑しています実際習近平自身もこの事実を知っておりあなたたち将軍は有能だというのかよしではあなたたちを使わずに私は参謀を使うことにする と考えているのです皆さんはどう思いますか中共の内部闘争は止まる様子がありません軍もまともには動かないようですそれでは今私たちはこの貴重な時間を使って何をするべきなのでしょうか皆様からのコメントをお待ちしております本日の動画は以上です さてニューヨークの「シェン・ユン芸術団」が日本公演をスタートしてから約1ヶ月が経ちました中国共産党の在日大使館は SNS アカウントを使って相変わらずシェンユン芸術団を妨害する発信を行っていますが日本の人々はもうそのような中共のプロパガンダには引っかからないでしょう。共産主義以前の中国が体験できる演目を創作しているシェン・ユンはご存知の通り 中国本土では共産党に妨害され、まだ公演ができない状況ですが、日本では見られます。次の公演は、1月29日から31日の東京文京シビックホールです。こちらはほんのわずかお席があるようです。今からでもまだチケット予約が間に合うのは、2月6日、7日の札幌公演、2月11日、12の神戸公演、 2月15、16の福岡公演です。今年のシェンユー日本公演ツアーは、北は札幌から南は福岡まで、過去最多の42公演が行われています。まだご覧になっていない方、ぜひおすすめします。見るものを浄化する神の因率、あなたの心が求めていたものに、きっと出会えることでしょう。チケット予約はお早めに。予約のリンクを。 概要欄に貼っておきますそれではまた次回お会いしましょう鋼のように強固な意志柳のようにしなやかな体肉体の限界を超えた時その限界は思い込みに過ぎなかったと気付く。 同じ動作を限りなく繰り返し心の底にある恐怖と向き合い克服してゆく数百回地に倒れても数千回彼らは起き上がる。 険しい道かもしれないが最も果敢な挑戦にこそ最高の報いがある古きを訪ねて新しきを知る不安を振り払いどこまでも謙虚な心を持ち彼らは舞踊によって物語を描き出す。 偉業は一人では成し遂げられない皆が心を一つにして初めて達成できる真・善・人で満たされる心彼らの姿はその内面を映す鏡となる どんな努力も惜しまないそれに勝る価値はある。